京都へおいだすのミスター京都アッキーです。はい、本日はラーメンです。今日はね、100万遍からね、西に50メートルほど行ったところにすごいね、もりもりのね、チャーシューが食べれる、ラーメン屋があるということで気になってたんですけども、今日初めて乗り込むのでむちゃくちゃ楽しみにしております。そしたら早速行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そしたらあちらが100万遍になるんやけど、それをくるっと西に向かいましたらあるんですけども、こちらです。たくみさん、はい、ここでね、すごいラーメンがあるということで、はい、やってきました。よっしゃ、行ってくるぜ。よっしゃ、中国で初潜入じゃん。はい、ずっと来たかったラーメン屋さんですよ。はい、めっちゃ楽しみです。肉はもりもりに持ってあるんで、はい、ずっとね、食べたかったラーメン来ましたよ。たくみチャーシュー麺、これ見てください。これこのチャーシューですよ。このチャーシューの花びらです。これうまそうでしょ。これネギもいっぱいで、すごいですね。スープは豚骨ですね。豚骨うまそう。そしたらいただいていきます。いただきます。はい、ジミー、結構濃厚な豚骨の味で、でもね、サラッとして、美味しいです。チャーシューを食うぞ。これはね、遠慮なく食えるチャーシュー。うまい。そんなに脂っこくなくて、さっぱりしたチャーシューでペロッと食べれば、これうまい。そしたらコショウ、コショウいくよ。胡椒砂漠、胡椒砂漠にこの味は間違いなく唐辛子が合うから。さあ、そしたら麺いくぞ。麺はどんなんだ。ああ、細麺です。これがこのスープに絶対合います。はい、いや美味しいわ、ほんまに美味しい。ネギもたっぷり入ってて、そしたら行くぞ。バゲモじゃ、行くぞ。大好物の唐揚げも注文させていただきました。こちら4個で370円。うまそうでしょ。これは間違いなくサクサクもちもち。じゃあいただきます。
うまっ、めっちゃうまいわ。しっかりね、肉の中まで味が染み込んでて、まあ、前に置いてあるこの辛味噌、これも合うと思うわ。ちょっと入れていこう。これも合うと思うわ。とりあえずチャーシューにつけてどんな辛味噌かを確認してから混ぜます。お、うまいうまい。押しずつ混ぜながら食べていきます。お、結構辛いです。でもよくですね、ホームで。うまいわ。もうチャーシューもね、遠慮なく食らえる。これが最後です。キュウリ入れだろ。え、こんなのもいくら入れだろ。分かんない。でも生姜入れるぐらい。生姜入れてくれ。ほんま生姜入れてくれ。生姜、ちょっと、そんないっぱいだ。軽くで。軽く。よし。今日だと来てるんだけど、普通の中華。ああ、うまいわ。あっさりしてて、麺もね、ちょっと太めの麺になってますよ。うん。選べるんですか。あっさり醤油味と角煮ラーメン。ああ、うまいわ。結構ね、スープもね、とろっとしてます。とろみがあってめっちゃうまいわ。あっさり塩ラーメンで、めちゃくちゃうまかったです。肉も山盛り食えるんで最高でした。ということで美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はたくみさん、初めてね、すごいチャーシュー麺いただいてきましたけど、むちゃくちゃうまかったです。ほんまにね、昔ながらの豚骨ラーメンという感じのラーメンで、むちゃくちゃ美味しいんで、ぜひよかったらこちらたくみさんお越しいただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、お願いします。ありがとうございました。